おはようございます。今日は靴磨きセットを持たずに泊まらせてもらってる方の家に全部荷物を置いてですね、身軽で出てきましたよ。今日はロンドンに来て初の観光をしようかなと思います。どこに行くかというとですね、大英博物館にいますよ。大英博物館、イギリスがだいぶいちびってた頃に、世界中でブイブイ言わしてた頃に、世界中の宝物をですね、まあ取ってきたやつを飾られてるという噂の大英博物館行こうかなと思います。ザ・ブリティッシュミュージアム来ました。大英博物館、いかついね。このもうビルがいかついよ。すでについに大英博物館の門をくぐります。世界中のお宝を見に行きましょう。これどこだ？仙台って書いてる。すごいよ。入場料が無料なんですけど、あの世界中のドネーションによって賄われてます。僕もちょっとだけお気持ち分ドネーションしておきます。すごいよ、大英博物館のお土産限定品、1、10、100、1000、万、10万、3500やから、どれくらい ?3500ポンド、お土産に買ってく。エクスクルーシブ、これ誰かお土産にいります ?3500 ポンドですけど。おい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 、なんだこの見たことない綺麗な壺は。すごいね、マリオパーティーであのパカって開けたスター出てくるやつやん。あれマリオパーティーのスター出てくるやつやん。あれたぶん昔中国あたりで使ってたやつなのかな。すごい、もうついてるよこれ。これ YouTube 載っけて大丈夫？これついてるよもう。こういうのも多分すごい化石なんでしょうけど、あの800万点ありますからね。800万点のものが飾られてるというね。多分どれか1個くらい盗むの分からへんよね。でもこういうのもすごいやつだ。すごいね。ありがとうございます。すごっ。エジプトのやつや、初めて見た。ポーネグリフン、ほぼポーネグリフン。Because it's scary.
運んできたこれ。Someone stole it from me. Oh no!1797. Where is it? UK. UK. この絵すごい。発想がすごいよ。近代の日本。日本のお宝も結構ありますよ。日本のやつかっこいいね。かっこいいわ。一番かっこいいわ。なんかすごいお宝いっぱいありましたけど、もうお宝がいっぱいありすぎても飽きますね、正直。やっぱ僕も時代が時代やったらここに飾られてますからね。時代が時代やったら僕見学する側じゃなくて見学される側の人間ですからね。多分数百年前やったら多分逆に僕ここに飾られてたんちゃうかなって、そういう存在なんで、やっぱもう途中から飽きましたね。僕が好きな作家さんで北川泰さんという方がいるんですけど、その方のまた必ず会おうと誰もが言ったっていうね、まあ名作があるんですけど、本で。それヒッチハイクの少年が、中学生の少年が、家とか泊めてもらうような話なんですけど、小学校の少年が。で、その時にですね、あるおばちゃんの家に泊めさせてもらった時に、ご飯食べた後、じーっと座ってたら、怒られるんですよね。あんたお客さんちゃうでーって。あんた、居候やでーみたいな言われてですね、これから旅するんやったら、ご飯食べて、ただ食べるだけじゃなくて、ああ、この子止めてよかったわって、メリットになるような行動せなあかんで、っていうのをですね、書いてるんですよ。だから僕はもう、旅人1年生の時からですね、洗い物とか、まあ、トイレ掃除はよっぽどじゃないとしないですけど、まあ、靴磨きとかだったりとかですね、ああ、なんかようわからん日本人止めてよかったわって思われるように、毎日行動してます。ぜひこれ世界中の今日本中の将来旅に出たいっていうねちびっ子たちが見てる番組だと思うんで、ぜひ洗い物くらいはね進んでやってください。そしてシンクもですねちゃんとこう綺麗にしないとダメですよ。こう使い終わった後ちゃんと拭いて、まあ、これはちょっと乾かさないといけないので、ゴミまとめたりとか、ぜひ日本中の未来の旅人たちを、ああ、この子止めてよかったわって思ってもらえるような行動を心がけてほしいなと、超一流の旅人からのアドバイスです。